よーい、スタート。おお。おお。ああ。面白い。確かに。翔太コーチなんかさっき文句言ってたんです。文句は言ってないけどね。なんかそれでまた言い訳されたら嫌なんでしょ。まあ確かに。翔太コーチ女神的な感じなのな、大丈夫なの？乙女的な感じなのやめてくんない？ちょっと集中しようかなと思って。じゃあ最近いつ食べました？食べ物？釜かけてるだけですよ。どっち？釜かけた。はい、揺さぶってる揺さぶってる。怖いな。最近ね食べてないですね僕、うん。まあそんなあれだよね。パッと食べれるもんじゃないよね。そうですね。うん、コンビニに売ってますけど。売ってるね。あ、俺もあんまり。僕もあまり好んでは食べないですね。好んでというか、まあ、普通あんまり食べないです。はい。まあ確かに。間があるだけでも怖いんですけど。みんな疑心暗鬼になってる。確かにな。どっちかというと王道なのかな、それ。その食べ物は。あ、でも王道かもしれないですね。何入ってますか？お、すみますね。何入ってる？あ、卵。入ってます。大事。しかも大事。あ。翔太コーチだな。またか。攻めた方がいいぞ、翔太コーチ。いやでも卵はそれは当たり前に入ってるからうーんっていううなずいてるだけで、なんで今それ責められるのかがちょっと分かんない。おろした。じゃあ何これ攻めなくていい？攻めなくていい？いや、じゃあ卵以外は何入ってます？逆に。逆にって何？逆に。卵が、まあ、当たり前に入ってるものじゃないですか。ああ、じゃあ俺言うわ。玉ねぎ。玉ねぎ。うん。まあ、うん、確かに。玉ねぎか。え、入ってない系？二人は。入ってるかな。家で作ったら入れることもあるけど、コンビニのであんまり見ないかもしれない。そうですね、コンビニはないですね。確かに。あれ？最後疑惑を残してちょっと終わった方が。終了。なんかないですか？朝昼晩いつ食べる？いや俺は朝からでも全然。ああ。山コーチは昼間がいいです。昼間。今日のコーチ一緒だな。私もお昼。ちょっと、のりコーチはそれ麺ですか？麺？どっち？麺です。麺ですよね。はい。僕も麺です。私も麺。あ、じゃあ、ちょ、ごめん。最後一個だけいい？はい。その麺は、太い、細い、どっちが好き？まあ、カルボ。あ、待って。はい、終了。終了。はい、なんかちょっとあの向こうじゃ。これポイント没収じゃない？もうマイナス50ポイントですよ、これの。イエーイ。没収。イエーイ。だったんですか？なんか仕込んでる。なんか仕込んでる。違う人出てきた。それやりたかったんだ。やっちまった。今のをやりたかったから、多分わざと。わざとだな。わざとか。やってくれる。はい、ちなみに少数派は多分僕です。なんでした？ナポリタン。ああ。その辺かやっぱ。
卵入ってない卵入って全然入ってどこに入る要素あるんだろうなかなかえぐい質問ですねやっぱ卵攻めるな卵いや、ね、表情に出ちゃうからなダメだな玉ねぎなんて入ってなくないですか玉ねぎ入ってないですよ、うんうん、入ってないっけもうカルボナーラって言っちゃった時点でもう俺終わったら本当はいというわけでノリコーチもマイナス50ポイントもうあのこれは少数派の勝利ですよ自動的にいやいや、細い麺がいい、太い麺がいいって聞きたかったんだよね。なんでカルボナーラって言っちゃったんですか？それはって言おうと思ったんだけど、もうすごい頭の中カルボナーラ、カルボナーラって言っちゃった。はい、次。はい。はい。よーい、スタート。少数派も当てたいわうん誰も喋らないっていう乗り物、はい、乗り物乗り物です、はい、ひたすら待つえ1年以内に乗りましたか？いや、僕は乗ってないです。私も乗ってない。僕も乗ってない。うん。いつ乗ったっけ？いつ乗ったっけ？っていうレベルですね。うん。うん、いつ乗りました？誰？ノリコーチは最後いつ乗りました？あ、俺、はい、ごめん、まあ、ちょっとカルボナーラ引きずってた。いつ乗ったっけな。あれ何年前とかでいい？あ、全然大体です。やっぱそれぐらいっすよ、ね。18年前ぐらいかな。おお、めっちゃ前。うん。僕もでも、3年前、2年前ぐらいです。頻繁に飲む。僕もそれぐらいですかね。だいたい。うん。稲荷コーチは何年前ぐらいですかな。大きいやつには乗ったことないかも。なんか待てよ、でも分かった、あ、でも待てよ、はい、高校生の、違う、中学生の頃乗りました。あ、乗りそう、うん、まあ、このぐらいっす。あ、ちょっと私の想像してるサイズじゃなかったから今の言葉が出ちゃったけどダメだ、何言ってもダメだ。また乗りたいと思ったりはします？あんまり乗り物好きじゃないから思わないな。うん、大前提。え、ちょっと追加しましょう。ちょっとわかんないな。さすがに全然わかんないな、これ。なんかいろんな用途がありますよね。でも気軽に乗れるよね。乗るか。用途による、まあ、気軽じゃないけど気軽じゃない、まあ、乗ろうとないは乗れますけど、うん、別に乗ろうと思わないな、あんまり俺は。うん、確かに乗ろうとはもう思わないかな。デメリットある。うん、
のりこっち怪しいな。怪しい。怪しい。怪しい感じ。俺じゃないと思う。俺じゃないと思うな。え？難しいな。誰だ？質問が難しいな、これ。いつ使います？いつ乗ります？なんか、いつ乗ったりします？プラス1分。はい。いつ？うん。どんな時？移動する。移動する時。そりゃそうだろ。そういうことじゃなくて。そういうことじゃなくて。あ、旅行とか。なんか。ああ。え？そんな使わない？あんまり。僕も使わないんですけど。これも、うん、旅行でも使わないんじゃないかな。頭に出てこない。なんか俺、京都コーチな気がするな。え、京都コーチいつ乗ったんだっけ、一番最近。僕2年前ぐらいです、確か。どっちかだな、じゃあ。僕の場合は、森コーチも乗った方が良かった。うん、終了。はい。こっちを選びます。書きましょう。はい。いや、これむずいよ。はい。はい、いきます。せーの。あれ。あれ？めっちゃ分かれた。分かれましたね。でも多数ですね。なんで多数派、多数派はのりこを違う少数派だという意見になりますね。僕のキーワードじゃない、僕の動画演出は船。イエーイ。船かよ。イエーイ。でしょ、翔太コーチでしょ。はい、僕です。イエーイ。いや負けてますから、僕たちの負けです。めっちゃ飛び出てる。目ん玉重すぎて下上向かない。答え何ですか。僕は、自動車です。はぁ、乗ってんじゃん。めっちゃ乗ってますよ。最後乗りましたみたいな質問なんて答えました。え、2年前って乗ってない。2年前っていう、2年前と3年前って。それはもうだって多数派じゃないってすぐ分かったから。だっていつ乗りましたかで、最近乗ってない、兵馬コーチもみのりコーチも乗りコーチも最近乗ってないって言ってたから、うなわけねえべって思って、あ、少数派だ、嘘つこうって思ったの。わあ、人悪いわ。ああ、悪い悪い。ここに今、米がけで出すから、何か、嘘をついてはいけません。ゲームならあり。マイナス50ポイントです。だから俺は、だから俺はカルボナーラって言ったんだからな、嘘つけなかった。あれはうっかりで、嘘うっかり。俺さ、さっきさ、間違ってね、その自分で言おうと思ったけど、タイタニックって言おうとしちゃって、あ、危ねえ。それはだってバレちゃう。全然向いてない、これ。それもし言ってたら、ノリコーチ退場ですね。もう退場でしたよ。俺、こいつこうやって出そうと思ったね。タイタニックだ。ああ。そういうこともあるけど、じゃあマイナス50ポイントどうしか。おかしいな。じゃあもう勝ちは今日のコーチか私だ。よっしゃ。おかしいな。だってこれ正直なこと答えたらバレるもん。そうか、それもそういうことか。人あれだから、キーワードだからね。そうですそうです。みんなが乗ってないのに僕一人だけ乗ってたらおかしくないですか。確かに。はい、っていう。は分かんなかったんだ。え、表面コーチ2年前乗ったの？最近の。僕あの大会に行くときに乗ったんです、ダブルダッチ。ああ、そっちか。
なんかそれ聞いた気がするから分かった。そうそう、飛行機よりフェリーの方が安いから時間かかるけど、フェリーの方にしたんです。